投石機。重量のある石などを射出し、遠距離から破壊する兵器である。特に攻城戦で多く用いられ、城壁や城門の破壊、家屋への火災に多大な効果を発揮した。ゆっくり王国、磯口公領主マリサは、投石機の脅威に対抗すべき対策を考えていたのだった。人手や資材が不足する中、敵の戦力は増大する一方であり、先行きに不安を感じる部下も少なくなかった。果たして領主マリサはこの危機を乗り越えていけるのか、その実力が試されようとしていた。隊長、それで対策はどうしましょう？いろいろ考えすぎて疲れたので諦めた。諦めるんかい。冒頭の期待させるような演出は何だったんですか？あれ必要なかったよな。というかこの拠点大丈夫なのか？大丈夫だ、問題ない。いや、問題しかないと思いますよ。その自信はどこから来たんだよ。知りたいか？長い話になるぞ。遠慮しておきます。絶対どうでもいい話だろ。はぁ、やるかてめえ。だ、隊長、拠点北西に敵が現れました。誰だよ、こっちは重要な話をしてるのに。ほとんど中身のない会話だったけどな。敵は疫病の子孫のようです。またかよ、ほんと懲りない奴らだな。敵兵力は総勢35名で、遠距離タイプもいますよ。あれって投石機じゃないか。奴ら工場兵器を用意してきたのか。以前は投石機を使わずに全軍で攻めてきましたよね。今回はどうするんだろう。とりあえず敵の出方を伺うぞ。敵の野郎、投石機を使ってきやがったぞ。このままでは建物に甚大な被害を受けますよ。やってくれるな。怒ったぞ、投石機ごとボコボコにしてやる。不乱よ、待つんだ。正面から戦えば兵力で劣る我々に勝ち目はない。ここは敵が攻めてくるまで我慢ですよ。建物は修復できるが、人はそうはいかないからな。わかったぞ。隊長、敵がようやくこちらに向かってきました。よし、それでは至急迎撃態勢を整えるのだ。第二城門が改築中のため、第一城門が突破されるとまずいですね。近接部隊は第一城門前で待機してくれ。第一城門が破壊されても、それ以上先に敵を倒さないよう死守するんだ。じゃじゃあ。ふん、そろそろ来やがって。わざわざ殺されにご苦労な奴らだよ。敵の第一陣は近接タイプばかりのようです。どうも全軍で一気に攻撃してくる気配はないですね。となると確実に長期戦になるな。こちらのスタミナ切れでも狙っているのか。かもしれないですね。でも攻撃してくるのが遅かったので、それまでに十分休息できてるぞ。とりあえず、敵の両手口から順番に片付けていくぞ。隊長、第一城門が破壊されたため通路を死守しています。塩田さんの体力が残りわずかだぞ。敵もかなりの手だれだな。第二城門の回復中を狙われたのが痛かったぞ。敵の兵力は残り少ないので、もう一踏ん張りだ。大変です、塩田さんが倒れましたよ。生きてるのか。かろうじて息はあるようです。お前ら許さんぞ。温厚なクラン様を怒らせたな。いつから温厚になったんですか。わろた。勝利。隊長、すぐにジオタさんを治療します。頼んだぞ。それとフランよ、建物の損害状況を報告してくれ。はい。目に見えて破壊されている建物は、食堂、狼小屋、石膏師の家、長屋の個室、倉庫だな。それ以外にも軽微な傷があちこちにあるぞ。かなり投石機に破壊されましたね。致命的に破壊されている建物がなかったのがせめてもの救いだな。今回の戦後処理は大変だな。そろそろ真面目に投石機対策をしないとダメですね。そうだな、今回は5台の投石機でこれだからな。もし10台とかになったら悲惨な状態になりそうだ。せっかく苦労して建築した建物が壊されるのは悲しいぞ。そうですね。まずは戦後処理をした後に、建築途中だった第二城門付近の作業を終わらせるぞ。あげゃ。よっしゃ、頑張るぞ。第二城門の改築が完了しましたね。もう少し手を加えたかったが、他の作業を優先させたいので一旦ここまでとするぞ。これで側面から攻撃できるようになったな。次に近接部隊に配属させるものは両手武器を装備させる予定だ。2名しかいないので、3人目の方が待ち遠しいです。
それなら入植者で近接武器が得意な者がいれば、優先的に配属させるか。ぜひお願いします。隊長、次の建築はもうどうするか考えているのか。ああ、決まっているぞ。次の建築を始める前に、明日一日は建材の確保とアイテムの整理をするぞ。まだ敵の装備品が散らかっていますもんね。全員忙しくて、なかなか運搬まで手が回らないんだよな。人手不足が否めない状況だからな。住民を増やして運搬担当を追加する必要があるぞ。早く新しい入職希望者が来てほしいものです。それまで今のメンバーで頑張るぞ。ある程度片付けが終わったので建築を始めるか。今回は地味だが重要な仕事になるぞ。地味だけど重要、なんだろう。これが何かわかるか。え、簡単じゃないですか。舗装された道ですよね。まさか今回の建築って舗装路なのか。正解だ。石灰石ブロックの舗装路を建設していくぞ。なるほど、それは確かに重要ですね。舗装路ってそんなに重要なのか。ただの道だよな。実は歩行速度が全然違うんだよ。石灰石ブロックや粘土レンガなどの舗装路が 120% に対して、何も舗装されていない地面は 85% だ。かなり違うな。これだけ違うと作業効率にかなり影響しそうですよね。その通りだ。一度建設すれば住民全員の移動速度が向上するので、今のうちに取り掛かりたいと思っている。じゃあこれで運搬も少しは楽になるな。人手不足を少しでも工夫して解消していきたいですね。うむ、そうだな。では各自作業に戻ってくれ。あや、トールのハンマー。突如雷が轟音と鳴り響き、天空を突き破った。この悪い兆しのごとく現れた荒れ狂う雷は、異教の神の声を轟かせていた。隊長、なんだか天候が悪くなってきましたよ。あ、雨が降ってきたな。かなり強い雨だぞ。服がずぶ濡れだ。仕方ない、今日は仕事を早めに切り上げるか。やったー、明日には止んでくれたらいいですね。もし雨が止んでなかったら仕事は休みだな。なわけないだろうが、いつからホワイトな職場になったんだよ。明日が大雨でも仕事は続行するぞ。さすが鬼畜隊長。大雨の中作業とか風邪ひくぞ。ちょうど真夏で暑いから、雨が気持ちいいだろ。絶対嫌だぞ。こんなのパワハラだ。黙らっしゃい。領主である私の命令は絶対だ。逆らう気か。このパワハラまんじゅうね。相変わらずの恐怖政治。全員気持ちよく納得したことだし、そろそろ寝るか。狼ちゃん、美味しいお肉ありがとう。ステーキにして食べるぞ。うわぁ。何事だ。敵の襲撃ですか。落雷でびっくりした。なんだ落雷かよ。どうも弊社の最上階に落ちたみたいですが、大した損害はないようです。ふう、木造の建物とかだったら引火して火事になったかもな。くそ、もう少しでお肉を食べれたのに、ふざけやがって。お前は何に怒ってるんだ。どうせ夢で何か食べるところだったんでしょう。もう一回同じ夢を見るので寝るぞ。器用なやつだな。食べ物への執着心がすごいですね。とにかくまだ深夜なので寝るぞ。大変です隊長、民が助けを求めてきました。どうやらひどい虐待から逃げてきたみたいだぞ。なんだと。かくまってほしいようですが、どうしましょう。もちろん助けるよな。当然だ。新しい住民として迎え入れるぞ。お名前はノスヘルムさんです。じゃあ恒例の能力チェックするぞ。どうやら採掘と知性が高いみたいだな。情熱は会話力と植物学と料理か。すでに担当がいるので微妙な感じですね。とりあえずは運搬をメインでお願いしようかな。次にパークも確認してみるぞ。怠惰、肥満、体が弱い。過去最低レベルのパークだな。これはなかなかひどいぞ。せめてもの救いは夜行性があることですね。まあ、人手不足なので住民が増えることは喜ばしいことだ。一人増えるだけでも全然違うもんな。ノスヘルムさんをかくまったので、明日には敵の襲撃がありそうですよ。ふん、いつも通りボコボコにしてやるぞ。時間もあるので、敵の襲撃までに舗装路を完成させるぞ。あじゃあ。ふう、ようやく完成しましたね。石灰石ブロックを確保しながらの工事だったので、案外時間がかかったぞ。やっぱりちゃんとした道があると雰囲気違うな。見栄えがいいですよね。こうやって上空から見ると、我々の拠点が発展していることがわかるな。もう立派な拠点だぞ。それで次は何を建築しますか。やっぱり城壁だろうな。境界と悩んだが、透石器の脅威は見過ごせんからな。なるほど。では石灰石ブロックの確保が必要ですね。
舗装路でかなり消費したので、在庫がある程度確保できたら建築を始めるぞ。はい。あ、それと隊長、冬服の件ですが、来年に向けて制作を指示しています。もうそろそろ一着完成すると思いますよ。おお、それでは早速確認してみるぞ。どうやら完成したみたいだぞ。おお、上質の冬服ですよ。さすがオブデンさん、やるな。この調子で全員分の冬服を制作してもらうぞ。これで今年の冬は少しはマシになりそうですね。そうだな、あとは帽子があれば完璧だ。やったー、これで寒さから解放されるぞ。まあ寒波が来たら関係ないですけどね。け、寒波。といったところで、今回はここまでとするか。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとな。バイバイ。